私板の打ち込み終わったぜ。敵機関と接舷できたわ。さすがにカコンシスの船員は操船に慣れているな。これほど速やかに接舷してのけると。確かに兄上の言う通りだ。これほどの手並みでは連邦軍も大所の暇などなかったようだ。さしもの私でもこうは操れぬ。カコンシスの操船技術の高さは聞いてはいたが、これほどまでだったとはな。迎撃準備来てみやがれ。返り討ちにしてやる。行くぞみんな。どうしたリッキー。いや兄上、どうも司令官に見覚えがあるのだな。そうか、あいつだ。行動スタート。戦いはまだ終わっていない。油断するな。俺に力を貸してくれ。準備完了。ご指示ください。準備完了。覚悟しなさい。準備完了。一人も逃しません。消えなさい。貴様誰だ。私を貴様呼ばわりする奴は。クルーガー将軍と呼べ。そんなことはどうでもいい。俺やリッキーを見忘れたというのか。知らんな。お前らのような連中など見たこともない。俺はゴタール村の生き残りだ。あの虐殺を忘れたとは言わせんぞ。貴様とギザロフが村の人たちや父さんを殺したんだ。そうか、あの時の生き残りか。ならば今ここで殺してやる。準備完了。ターゲットは？今です。
準備完了。何をしてるのか分かっているのか。計画通りだ。行動スタート。もう私の番？準備完了。戦いはまだ。ご指示ください。私が片付けましょう。みんな、もっと頑張れ。言うだけ無駄だ。これを食らえ。行動スタート。やっと機関へたどり着いたというのに、すでに戦いが始まっていたか。すぐに攻撃にかかれ。お前たち、いいところへ来た。そちらから加工室の連中へ攻撃を仕掛けるのだ。はっ、了解しました。水兵相手に水中戦なんて賢くないわ。戦場へ引きつけて勝負よ。その通りだ。行くぞみんな。みんな、もっと頑張れ。はあ、計画通りだ。みんな、ご指示ください。大掃除の時間です。戦いはまだ終わっていない。そうだ。戦いはまだ終わっていない。油断するな。もう私の番？
備完了。え、もう私の番？聞いてきた。行動スタート。計画通りだ。戦いはまだ終わっていない。油断するな。ご指示ください。私が片付けましょう。戦いは、はあ、うなばらに抱かれて眠るのもいいかもしれんな。不甲斐ない部下どもめ。あとはあなただけよ。戦いはまだ終わっていない。油断するな。俺に力を貸してくれ。逃しません。消えなさい。行動スタート。戦いはまだ終わっていない。
油断するな。言うだけ無駄だ。これを食らえ。ご指示ください。私が片付けましょう。もう私の番？何をしてるのか分かっているのか。そうだ。行動スタート。え？もう私の番？聞いてきた。行動スタート。何をしてるのか分かっているのか。絶望せよ。行動スタート。ご指示ください。大掃除の時間です。戦いはまだ終わっていない。油断するな。行動スタート。何かお手伝いできることありますか。大掃除の時間です。行動スタート。ターゲット？何をしてるのか。みんな、もっと頑張れ。何をしてるのか。そうだ。聞いてきた。戦いはまだ終わっていない。油断するな。私が負けるというのか。出直した。待て、クルーガー。逃がしたか。とりあえず敵の船は手に入れた。そろそろ戻ろうぜ。陸路を進むことが読まれていたとはいえ、この状況は悪すぎる。しかし将軍、海路を進んでいるはずのクルーガー将軍の兵がいるはず。間もなく連中の背後に。それはないな。奴らの船団の方がどうあっても先に到着する。なのにカコンシス側はまるで何事もなかったかのように迎え撃ってきよった。ということはとっくにクルーガーたちは負けたか、途中で引き返したかのどちらかだ。ということは将軍、物資もなく孤立した我が軍はこの上なく
く不利ということだ。いいぞ、このまま攻め立てろ。提督の読み通りですね。お見事です。そんなに褒めても何も出ませんよ。私はただ可能性を予測したまでです。陸路からの進軍はなかった可能性もあるのですから。ではこの勢いで勝利するとしましょうか。ブルーノたちもすぐにやってくるはずです。はい。そうかそうか、船団が嵐で壊滅か。さらにカコンシスの連中に追撃を受け、クルーガーは逃げ帰ったとのことです。となるとバルク将軍も。将軍のことですから、それほど被害が出る前に退却なさると思いますが。あの魔術師の使いか。どうやら報告は受けているようだね。クルーガーの船団は壊滅したよ。そのようだな。あの魔術師は役に立ってくれるわい。フェアラート様に対してなんて口の利き方だい。本来あんたみたいな虫けらはあのお方と口を聞くこともかなわないんだよ。今後は気をつけることだね。フッ、生意気な魔族が。